ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに、まあ、今日スペシャルウィークということでね、まあ、あのゲスト来てますけれども、ね、楽しみでございますな。なんか今ここの、Q シートにね、これまでのここ最近のゲストの顔写真が載ってるんですけども、はいはい、まあ、あの宇治原、ラッパーの、で、まあ、ラッパーっていうか芸人のね、後輩のね、後輩の宇治原、うん、そしてひろしさん、はいはいはい、そしてレーザーラム、うん、レーザーラムのお二人ね、けどね、そうね、この並びで、今日のゲストですよ。そうね、楽しみだな。この間ね、男とね、ばったり TBS でね、おうおうあったんですよ。おうおう、木曜日かなんか、おうおうおっつって、おうおう、トイレでさ、ばったりあってさ、うん、おっつって、うん、おここでやってやってもいいんだぞみたいな、おお、土曜日ね、待てねえなみたいな話になって、おっつって、男は、とりあえずね、俺は今からね、小便で便器を割りますみたいな、意味がわかんねえ、おおつって。こっちもね、もう盛り上がってきてますよ。あ、そう、うん、今日のためにね、来ますからね。そう、何人の人が心待ちにしてんのかな、瞬間メタルを。いやいや、これまでのゲストで一番やっぱり待ってるんじゃない、リスナー、リトルトゥースも。いや多分、うん、あれ自爆霊ですか。誰でしょうね、ちょっと誰でしょうね、あれね、あの本番でいい温度で絡みたいから、うん、まだ姿見たくないんですけどね。その辺をもっと考えてほしいですけどね。確かにね、私もそう、私もね、そのカレーだとさ、うんうん、そのエレベーター今降りてきたらね、全く会っちゃったのよ、うんうん、したらね、お願いしますっつって高い声でお願いしますっつって、いや、そんだからそんな高くないって、お願いしますっつって、いや、お前それ鬼太郎じゃん。お願いします。いや、それ目玉の親父なのよ。鬼太郎なのよ。おいおいお願いします。いや、そんな声高くない言っても握手求めてきてさ。あ、そう。ええ、でも瞬間メタルは、うん、ちょっとすれ違ったのよ。で、あんまり喋っときたくなかったから、うん、すぐ、あの一言声交わしてここ入ったんだけど、はい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 、まあまあそうね、暗いなぁ、いからず。いや、ほんとね、芸能界でね、人見知りと言われてる俺が言うことじゃないけどね、ね、暗い。二人とも挨拶が暗い。もうそれもしょうがないんだろうね、もうそれは根っからのもの。学校だったらどの辺のグループに入ってたの、あの二人。トップ集団ではないでしょ。どう考えても、なんかいたよな、少林寺拳法部でめちゃくちゃ強いんだけど、トップグループにいないやつ、ないやつ、いたいた、3人とかでいつも行動してるやつ。うんうん、うん、そんな感じか。そんな感じじゃない。うん、で、あいつはあんまりそのいじると分からん、どうなるか分からんのみたいなさ、なんでだよ、ちょっと一目置かれてるみたいなね。え、竹田リーノ、竹田リーノが、いや、怒らせたら怖えぞみたいな。いや、竹田リーノもさ、後で聞こうと思ってんだけど、あんなキャラクターなのにさ、会った瞬間スタッフがいじっていいっていう優しいオーラが出てねえんだよ。探らせちゃう。いや、なんか、ちょっとマジのやつなのかなってさ、それがなんか、なんか分かってないんじゃないのか、二人で。なるほどね、自分らの見られ方と。俺は年上でさ、偉そうに言えないけどさ、向こうの、なんか俺もさっきね、楽屋来たのよ、うん、竹田リーノは、はい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 、で、なんかちょっとこう、例えば宇治原とかさ、ひろしさんとかだとちょっとなんかいじって大丈夫そうじゃん。まあまあまあ、そうだね、そうそう、ひろし、うん、さんお願いしますみたいな、うん、お願いしますって何がですかみたいなこと言われるからさ、上からいじるだけでしょみたいな、そういうなんかこう、なんつうの、本番前のさ、はい、ちょっとしたスパーリングみたいなね。そうそうそう、軽いさ、うん、軽いスパーがあるじゃん。なんかね、マジなんだよ、竹田リーノ。どこで待ってたらいいですかねみたいな。いや、怖い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 。
で、なんかもっとなんか明るく喋ってなかったかみたいな。昔。で、そうじゃなかったような気がして、俺もなんか、今日はオープニング50分喋ろうかなって。呼んでからが不安。なるべくメタル時間、メタルタイムを短くしようかなと思って。そっちは、いや、メタルタイム長く行きたいけどね。あ、そう。うん。でも、うん、今までのゲストの中で一番数字持ってないでしょ。瞬間メタル。まあそうか、そうかもな。瞬間メタルが、うんうんうん、瞬間メタルを、うん、待ち受けにしてる人いるのかな。いないでしょ。世の中に。多分あの二人の両親もしてないでしょ。あ、そう。自分の息子たちを待ち受けには。良くないことが起こる。でも、こういうこと言ってると、うん、本当に後でぶん殴られそうな気もするの。うん、だから難しいのよ。わからないからね。わからないから。いじっていいかどうかがね。そうそうそう。本質的なところがね。本質的なところで。うん、それもわかるもん、大体ね。わかるわかる。そしたら接してるったら。そうそうそう。うん、だから、進行のね、仕事なんかさせてもらうとね、大先輩でもね、うんうんうん、俺、梅沢富美男さんとか俺もうほんと超尊敬してんだけど、うん、最近ね。うんうんすごい、この、なんつうんだろう、うん。普段謙虚というか、すごい優しく接してくれるけど、こんなこと、本当は営業妨害になるから、ラジオで言うことじゃないんだけどさ、始まった瞬間、ババアこの野郎とか、うちのババアがね、みたいなことになってさ、で、なんかこう、いじっていい感情を出してくれるじゃん。もっと、もっと来ていいよ、みたいな。はいはいはい。タケタリーノも全然ないよ、そういう感じ。超怖い、さっき。ねえ、ヨシキさんと、奥田さんと。何怖いってことはないでしょ。ねえ、怖かったよね。いじらなかった、いじらなかった。本当になんか、切れてんのかなと思って。いや、切れてはいないでしょ。今までのラジオの放送の内容について。聞いてて。でも、うん、いや、男の方は、別になんか、変にいじってないよ。あ、そう。そのさ、バッコーの方はさ、くんなとかさ、うん、イメージ上で、バッコーの意味わかんねえってさ、ね、言ってたけど、男は別にそう、ね、今までの放送聞いたからって切れる要素がないじゃん。大丈夫よ、別にいじって。俺、その男、うん、自分の中でブームが来ちゃうじゃん。うん、散々男男って話してきて、それで、うん、最近さ、このコーナーのさ、うん、料理が面白いじゃない、ね、うん。うん。まあ、お題が面白すぎてね、うん、はがき職人困ってるらしいんだけど、お題でボケられるとボケ考えにくいみたい。で、俺、武田リーノについて調べたくなってさ、最近どんな感じなんだろうと思ってね、インターネットでさ、うんうん、インターネットのヤホーでさ、うん、すごい調べてたんだけどさ、うん、なんかさ、ツイッターやってんのよ。で、それもちょっとがっかりなのよ。うん、山口がさ、なんかその今時のその SNS やって、まあ、その、ライブとかお客さんが来てくださる場合の告知として、うん、やってくれたらさ、うん、すごいいい、いいじゃん、ファンの方としては。まあまあね、情報の、まあね、発信源としては、ね。そこはいいわ、と思って、うん。で、まあそういうこともあるから、ツイッター見てみたらさ、うん、ツイッターのなんつうの、写真のさ、アイコン、アイコンでいいの、アイコンが、誰が書いたか知らねえけど、うん、タケタリーノ山口、男じゃん。猛、う、者、ん、じゃん、うん。タケタリーノが、すごい可愛いイラストになってる、アイコンなのよ。キャラクターみたいになってるってこと？ファイティングポーズ撮って？そう。いや、ちょっと、そこはさ、劇画調のね、漫画にするんだったら。そうそう、これ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 。これこれ。これこれ。あ、これ見たことある。これ、あれもそうだよ。LINE もそうだよ。LINE のアイコンもこれだよ。いや、こんな、ね、誰書いたのこれ。私ね、武田リーノのね、名前あるじゃん。登録の名前。うん、それを男にしてんだけど、うん、男の横この写真だよ。がっかりだわ。そうだ。何これプロゴルファー猿じゃん。プロゴルファー猿。本当だ。ワイは猿やじゃん。これ、前田これ。これ前田。前田のツイッター？あ、でもね、俺ね、前田のツイッターは見てない。うん、そういえば、山口さんのは、うん、探したら俺それちょっと、すげえがっかりで、うんうんうん。で、なんか、その、うん、もう一個、もっとすごいがっかりしたのが、このラジオで、に出ることをさ、うん、告知してんのよ、ツイッターで。いかねえぞぐらいのね。なるほど、ね。行かねえぞ、もしくは行って二人をボコボコにしてやるみたいなね。うん。いい加減で腹渡逃げくり返ってみたいなさ。うん。うん、マグマのどうたらこうたらみたいので、どういう告知の仕方なの？その、それによるじゃない。うん。食らわすぜみたいなことあったらいいね。うん。全然いいけどさ。うん。出演させてもらいます。
ハケタリーの山口だぜ。男でやってるやつがだよ。いやいやいや、俺もう、その、スギちゃんがワイルドで、本当はワイルドじゃないんでしょとか、もう、うんうんうん、もういいのよ。うん。まあね。もう男で、本当に男っていうやつが、見たいし。そろそろ見たい、ね。で、春日もなんだっけ、うん、スギちゃんがワイルド、竹谷のが男で、お前なんだっけ、うん、無鉄砲。一回も、一回も聞いたことないぞ、お前が無鉄砲キャラって。まあ、あえて言ってはいないけどね。言えや。キャラクターだったら言ってけよ。自分のテーマで、無鉄砲春日っていうの。お前なんか、うん、全然無鉄砲じゃないよ。お前は、うん、ツッコミだよ。いろんな番組、最近俺、録画いっぱいできるから見てんだけどさ、お前ツッコミだよ。いや、無鉄砲。お前のピンのネタもバーッと見たけど、お前ツッコミだよ。ちょっと恥ずかしいね。でね、前田に関してはね、俺がそこね、ブース入ってくるときにね、なんかね、多分いじられてるじゃない、このラジオでここ2、3週間。多分2、3週間いじられ続けるって経験が多分生まれてから2回目ぐらいだと思うのよ。ね、チンコビンビン立っちゃってるっていうか、芸人としての。あ、状態的にはね。ね、おはようございますみたいな。よろしくお願いしますって言ったら、あとか言って、そこの控え室から出てきてね、なんか、あ、なんか、握手も飛び。あ、同じだ、同じだ。でね、俺これね、芸人にね、すべてに言えることだと思うんだけど、芸人に。意味のない、会った瞬間に意味のない握手を求めてくるやつは絶対面白くないと思ってる。持論ね。それなんか理由はあるんですか？うん。うん。なんで面白くないの？意味のない握手をされたら困るだろうなという他者への想像力がないから。なるほどね。押し付けが。もう宇治原ともう前田だけだよ。無言の握手してくる人。なるほどね。うん。うん。確かに面白くないね。だってこうやってウェーみたいな握手してくる人、うん、バーテンみたいなさ、人で面白くないじゃん。面白くない。うん、バーテンですよ。めんどくさいバーテンだ。めんどくさい。ああ、まあでも来ちゃってるからね。でも、いや、ちょっと怖い。本当に切れてるかもしんないから。うん。っていう目をしてたね。あの、竹田リーノは。楽屋来たわ。多分怒ってたと思うよ。2、3週間いじってるから。でも出演させていただきますだよ。怒ってるやつは書かないで。うん。それは。あ、そう。怒ってはいない。どうだろうね。でもわかんない。そうさ、文章でそう書いといて、うん、この、押さえといて、うん、この静かに怒るパターンあるじゃない。怖い、うん、本当に怖いやつ、うんうんうん。そのパターンっていうのもあるかもわからんね。ああ。うん、ブーズ入ってきたらさ。うん、めちゃくちゃするっていうのも、うん。ちょっとでもそう考えてもどう出るかわからないね。今日ね。非常に楽しみ。あ、本当、うん、まあ楽しみなことは確かだよね。非常に楽しみですよ。なるほどね。うん。でも、人間って、いろんで、これ、宇治原、この間のスペシャルウィークだったけど、うん、ラッパーのね、うん、あの、コウさんっていうね、あの、KOHH って書くね、あの、ラッパーの方がいるんだけど、未来ロケットっていう番組で、俺たちのその3人のレギュラーが、いつも、最近好きな、ハマってるアーティストを紹介するってことがあって、はいはい。で、コウさんをさ、うん、紹介させてもらうぐらい好きなの、最近。うんうんうん、で、したら、増田くんがさ、うんうん、僕が、うん、ラッパーのコウさんを紹介して、うんうん、したいと思いますって言ったら、増田くんがさ、うん、DJ コウさんですかって。まあね。なんで今更 DJ コウを俺が、この人が今俺の中で来てるっつって、未来ロケットで紹介すんだよっつって。いやいやいや、それは。まあ、でも、そうか。うん。わかんない、でも。知ってます？増田くん知ってる？サバイバルダンスとか。あ、そうか、寒い夜だから知ってるみたいな、知ってますよみたいな流れを想像したのかわからんよ。あ、そうか、そうか、うん。で、そのラッパーのね、うん、コウさんっていう人がクラブでね、ライブをするから、どうしてもちょっと見ておきたい、生で。お、宇治原が、一緒にやってたこともあるらしくてさ、うん、ライブとか、うんうんうん。で、なんとかなるって言うからさ、宇治原がさ。うん、昨日行ったのよ、深夜。渋谷のクラブに。ラブに。うん。ライブ見に。そうそうそう。うんうん、と、もう満員でクラブが。昨日さ、そうか、金曜だ、ね。そう、歩くスペースもないような。へぇ、あいつさ、宇治原ってあいつ、うん、結構すげえぞ、あいつ。何がよ。歩くたんびもう、5メートル、3メートル置きぐらいに、
あ、宇治みたいな。久しぶりみたいな。高い位置でこう、シェイクハンドして、なんか、肩をこうぶつけ合う、あの、挨拶して、それでなんか、すごいもうなんかクラブとかに通ってそうなエロい女に、うん、いや、宇治とか言われて、抱きつかれたりしてんのよ。グラスを持った手をこうして。で、俺が、うん、で、俺は、なんか、下向い、なんか、宇治とか言って抱きつかれて、宇治原は俺がいるから、うん、え、ちょっとまあ今ちょっと待って、みたいな。何が宇治釣れないじゃんみたいな。でもずーっと俺そのエロい女と宇治原が話してる横でずーっと下向いて待っててさ、それが終わるまで。こんなもう童貞野郎じゃない。36。36歳の童貞。多分俺が一番最高年齢なんじゃないかな、あの現場で。ああ、若そうだね、確かにね。そうそうそう。イメージ。で、ライブ中もあいつはもう手とかガンガンこうやって上げて乗ってるからさ。ラッパーなのよ、ラッパー。ああ、なるほどね。まあでもそういう空間だったらもうそうはなるわね。相変わらず暑くてさ、うん、なんか盛り上がってたの、すごい、うん。で、なんかこう、もうあんま見たことないぐらいに人の熱みたいなのが盛り上がってすごくて、うん、で、宇治原が真横で、うん、あの、日本のラップがここまで来たっていう、感動で、ちょっと今目頭熱いっすね、みたいなこと俺の耳元で言って。知らないよ、ね。それ別に報告されてもさ、おぉ、としか言えないよ、こっちもね。俺前は話したよね、開けるな危険って番組で宇治原が、うん、マジになっちゃう話。ああ、最後の最後俺なんかわけがのび言ったみたいなこと。そう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 。違うんすよね、みたいなこと言い出した。そうそうそう。事件ね。うん。で、その、クラブに連れてってもらう前にね、うん、宇治原と飲んでたのよ、二人で。で、俺も偉そうにさ、先輩ぶってさ、うん、ライブの DVD 見てね、うん、どう思いましたみたいなこと聞かれてさ、うんうんうん、で、こうこうこうじゃないみたいなこと言うじゃん、うん、漫才の話になるからさ。で、それが結構1、2ヶ月前に、うん坂本ってやつが、ちょっと若干天然っぽいから、こうこうこうした方がいいんじゃないみたいなことを言ったのよ。はいはいはい、で、その1ヶ月後ぐらい、昨日は。だから若林さんにあれ言っていただけて、で、実際試したんですけど、みたいな。稽古中から、なんかやりにくくて、つって。で、これ自分じゃねえなと思って、やめたんすよ、つって。それかなんか調子いいんすよね、っていう普通のトーンで言うんだよね、あいつ。あなるほどね、でも別に俺それに対して別に引っかかるような無粋な時間嫌だからさ、うんうんうん、ああそうなんだみたいに聞いてたんだけどさなんでそういうやつばっかり好きになっちゃうんだろうなと思って気使わなくていいからかこっちが逆にもうなんか気持ちいいがじゃん向こう若林さんが気を使う後輩だったわけだからさ、うん、先輩のね、うん、ことをいろいろ観察してとかさ、うん、そうじゃないやつっていうのが逆に気持ちいい。いやいやそうかもね自分がさ大変だった思いを、うん、こいつはしてないわけだしっていうさあ変に気使う後輩のもいいでしょ多分こいつ今気使ってくれてんなって思うよりはさそういえばやっぱミレニアムズとパラちゃんといる時が一番楽だな、うん面白いし、なんかその、うん、うん。でもね、ツッチーってね、うん、すげえ面白いんだよ。いや、面白いよ。いや、何でも聞くっていうのが流行ってんの、ツッチーに。何でも聞く？うん。何よ、うん。今の日本の政治どうとか。ああ、なるほど、ね。こんな振りでいいのよ。うんうん、今の、うん、これから世界ってどうなってくと。したら結構な情報量で面白いこと言うんだよ。うんへえ、その、ちゃんとしたことを言うってこと正しいこと正しいこといや、わかんないんで、深すぎて面白いんだよ。で途中でやめてやるっていうのが流行ってんだけど。土が乗ってきた頃やめるっていうのが俺の中で流行ってて。なんかね、遺伝子レベルで人間の行動を人間が理解できなくなってきた時に人類が滅亡するっていう説を読んだことがあって、うん、で、それはね、僕はね、うん最近の世界に当てはまってんじゃないかなと思ってて、みたいな。つっちこんなこと始めた。へぇで、うん、その合間に、うん、乗ってきたあたりでケータリング進めるの。これ、カントリーマーム新しい味食べてみる。下なんていうの、つっちやくん。つって下向く。その、おいとか突っ込まないの、うん、そこがつっちの面白いとこなのよ。まあまあ、そうだね。うん、話してんでしょうがとかはなんないね。
って本当にカントリーマンも食べる。スッチーはスッチーって面白いんで、だからなんか結婚とかについて、うん、結婚のいい部分、うん、おメリットとデメリット、うんうん、教えてとか言うと、うん、結構すぐ喋ってくれる。へえ、そう。はあ、じゃあいろいろ普段からなんかアンテナ張ってんだろうね。いや、とにかく新聞とかすげえ読むらしいからね。ああ。で、まあ、だいたいその最近のニュースのことをツッチに説明してもらって。うん。ああ、今度聞いてみようかな。あの美術館の500円とかで借りてイヤホンつけて説明聞けるみたいな感じで。で、その説明聞きながら説明聞きながら弁当食って。で、食い終わったら切って。食い終わったら。つち、あの、ケータリング食べていいです。便利だね。え下向くんだね。で、最近さ、うん、あの、しくじり先生っていう番組で、うん、あの、ゴールデンの初めてやったんだけど、うんうんうん、スタッフさんとこの間飲んでさ、うんうんうん、しくじり先生のさ、うんうん、先生のキャスティングがさ、うんうん、結構大変らしいんだよ。ああ、まあ大変でしょう。だって、それ誰でもできるわけじゃないでしょう、うん、あれ。そうそうそう、結構あれ何分ぐらいなの、うん、その回してる時間というか一人のさ教えない教えないそこ教えてちょうよ。でも教えれない。いや、そこはさ知りたい。いや、それはリトルトゥースの中にも夢持ってるやつがいると思うから、うん、うん、めちゃくちゃ番組が盛り上がってるから、うん、30分番組を35分ぐらいで撮ってんだろうなって思ってるやつも いれば、うん、一時間半撮ってんのかなと思う人もいるわけじゃん、うん、その夢を俺は壊したくない。そんな夢持ってるかな。一時間です収録で。あ、それ妥当な時間だね。ちょうどいい集中力持つお互いのこっちも向こうも集中力持ってやれる時間だね。でまあ緊張してんのよみんな。30分まるまる預けられるから。それはそうでしょうよ。だからやっぱ最初その、うん、もちろんカットされるけど、うんうんうん、最初の10分ぐらいはもうその、うん、お互いのこう肌と肌合わすの確認の時間結構長くとって、うん、もうこうもあの始まって10分とか結構あの明るくね、うん、まあやりやすい感じやりやすい感じにしないと、うんうん、そりゃきついだろ30分一人で漫談だよ漫談。あれそうね、それはきついよねえ、その年の一つの大きな仕事だよな、うん、あれってきっとあの来る人はそうだね。まあ安請け合いできないような、うん、結構濃度の俺で、うん、プロ野球のあのカムバックした人のドキュメントとか好きでさ、うんうん、あとあのタランティーノがトラボルタをカムバックさせた話とかさ、うん、あの好きだからさ、うんうん、なんかほんと感動しちゃうんだよね。あんましばらく見てねえなっていう人が出てきて頑張ってるの見るとなるほどね。こんなことはそれはねドラマがいっぱいあるだろうからね。ドラマがあるんだよね。で結構いろんな人に、うんうん、俺も出たい俺も出たいっていう話をさ、うんうんうん、他の現場でもいただくんだよね。そうそう。それで、うん、スタッフさんがね、うん、キャスティング何が難しいってね、うん、会議でね、うん、この人いいんじゃないですかっていう、うん、いいんじゃないですかって名前が上がるじゃない。うんうん、その人のとこに初めて行くときに、うん、初対面のときに、うん、しくじってますよねって言わなきゃいけない。これが痺れるらしいよ。まんま言うな、それ。しくじってますよね。だって番組タイトルがしくじり先生、俺みたいになるな、だからね。そこはもう、そういうしかないか。副題が。そう、何かこの失敗したことありますよねとかじゃないんだ。もうしくじってますよねで行くんだね。うん、そう。へー。でさ、うん、そのしくじりのレベルもさ、うん、こう、本人がネタとして、うんうんうん、ショーアップされて、うんうん、しくじりを言える範囲の、うんうん、もう一個奥ぐらいのとこ行きたいわけじゃない。世間がそう見てたりするのを、こう、うん、こっちからは、何と言っていいかみたいな部分よ。まあまあ、そうだね。ショーアップされてるものですから、もう世に出てる部分ってことでしょ？そうそうそう。いわゆるね。そうそうそう。知ってるというかね。そう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 。うん。その、まあ、あんま知らない本当のところというか。そう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 。うんうん、そうだよね。それはもう知りたい、ね。こう、打ち合わせが進んでって、で、いい感じに進んでいくわけじゃない。うんうん、で、そうそう、そういう、で、しくじって、てらっしゃいますよねって言いにくいながら言って、うんうん、あ大丈夫ですよみたいな、うん、全然言ってもらってもっていう人がまあもちろん出てくれてるわけで、まあまあまあ、でそこで、うん、あちょっとそれは困るっていうことがあったら出てないからさ、うんうん、まあそうだね、そうそうそう、うん、で、うん、ここのもう一個奥行きたいんだなっていうところを向こうに当てるときとか大変らしいぜ、うん、はあ、掘るときこういうときどうだったんですかとか、うん、こういう感じですよねっていうのが、うーん、
ドキドキなんだって。まあそうだよね。それ触れられたくない部分なのかどうなのか、その分かんないよね。今日、境がね。いや、本当だよ。こっちとしてはね、掘りたいし。うん。その、だから結構な、その攻防なんだね、その打ち合わせがね。お互いの制空権みたいなさ。そうそう。ね、探り合いとか。で、言いに行かなきゃいけないんだもん。しくじってますよね、つって。岡本真理に。可愛い路線行ってしくじりましたよねって言わなきゃいけないんだぜ。まあね。まあ確かにしくじってるからな。そこをだからどう自分は分析して、どう伝えますかっていうことを言わなきゃいけないから難しいんだろうね。そう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 。しくじってはいるけども、何が原因でとか分かんなかったら話せないもんね。そうそうそう。はあ、じゃあ結構、大変なんだ。大変みたいよ。人を探すのが。あ、人探しからそうか。うん。当たってダメだとか。当たってダメだとかあるみたいよ。はあ。そらそうよ。でね、ここまでが大変なんだろうな。うん。ちょっと知られてくれば、うん、あの番組に出ることが、まあまあまあそうだね。なんか別に大丈夫っていうか、今その番組自体がさ、うん、どんどん知られてく前の時とか大変だったじゃない。うんうん。10回目までの人とかさ。まあまあそうだろうね。うん。うん。こんな番組でこういうこと話して、うん、こう受けてくれるんだってなんとなくね。そうそう。見て、オンエア見て分かればね。で、大事マンブラザーズバンドの立川さん、うん、来た時見た？見てない。見ろや、お前。単純な話で見ろ、お前。まだ見てない。見てないの？まだ見てない。まあ、しょうがねえよな、忙しいから。まあね。うん。で、いろいろやることあるから。立川さんはさ、うんうん、結構、面白かった回だって、うんうん、言われて、言ってもらえてるんだけど、うんうんうん、立川さんはさ、うん、なんかその一発屋みたいな感じで、うん、いろんなテレビに呼ばれて、うん、ここ、まあ、雑なね、扱いをこう、受けたことが多いんだろうね、今まで。で、それでしか見ないもんね。もうそんな言い方すんな、お前。いや、正直さ、その前世紀知ってるよ、その、ちょうど世代っていうのさ。じゃあちょっと歌ってよ、じゃあちょっと。うん。負けないこと投げ出さない、ふふ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 、信じ抜く。いつもそれだな、お前。歌振ったら必ず中が、ふふ知らねえのか。で、そこ知ってんのかで終わるやつ。すいません、本当に。お時間取らしちゃって。申し訳ない。ふふん、ふ、ふふそうな時だろそれが一番ふふそこ知らないのかいってやつね。いいのいいの。本当にね。いいのいいの、うんうん、で、一発屋一発屋っていうことでやってさ、うん、雑な扱い受けてさ、うん、テレビっていうものに半信半疑なんだろうね。うんうん、今までの原型で。だから、すごくこう、うん、打ち合わせの時も、こう、お互い、ちょっとずつ歩み寄る感じですよね。うん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 、で一発屋っていうね、うん、言われ方っていうのがあってさ、うんうん、で、本人は音楽をずっとやり続けてるわけだから、うんうん、一発屋っていう言い方を、あんまり良くない、うん、しないでほしいっていう話、うんうん、他の言い方にしたいという感じで進んでさ、うんうん、で、まあ、教科書をさ、うんうん、作成して、うん、いざ本番、うんうん、自分から何回も一発やるってね。そのがしっくりくるんだろうね。嫌なんだろうけど、本当は。だけどもう、染みついちゃってるというかね。で、うん、すごい、その、なんだろう、うん。すごくこの、まあ、まあ、人生って言っちゃっていいんだろうね。うん、人生とかその生活にね、うん、勉強になる、うん、体験だよね。もうその立川さんのがすごいゴロゴロ転がってて、実際胸を打たれるわけよ。で、本人もなんかこう、すごくサービス精神旺盛に喋ってくれて、で、最後こう、収録終わって、オンエア終わってから、長文のね、なんか、いや、ありがとうございましたみたいな、テレビ出てすごくこう、楽しく、感謝してますみたいなのが番組に書いてくれたみたいなんだけどさ。はぁ、それはありがたいよね。すごい、すごいよな。だからその、うん、これからもあるんだろうな。あの人しくじってるな。ついでどう言いに行くみたいな。いや、それでもさ、あるでしょ。そう。だってこれからの方が大変でしょ。あ、でもどうなんだろうね。知られてきたら楽になるのかな。そうだな。どうなんだろうね。うん、人によ、よるんだろうけどね。そう、お前、出ない、うん、しくじり先生。私は。先生。春日みたいになるなんて。ちょっと、まあでも一回打ち合わせしてもいいかもしれないね。
うん、しくじってるもんな、お前だって。うん、でも、しくじってますよねって言ったら切れちゃうかもしれない。最初の一発で。あ、そう。うん、ちょっとわかんない。やってみないと。とりあえず打ち合わせから。引っ込みつかなくなってるじゃん。ん？引っ込みつかなくなってるじゃん。一回キャラとして打ち出したものが。そのしくじりでいけんじゃないの、うん、そのほら、お前の、ずーっと昔から買えないさ、うん、車買わないキャラ。いや、一本どうよ。ちょっと不安だね。いや、1時間もたいで収録時間。車、まずここで言い出しまして、私が。車を買いたくない。番組でやってたんですけどね。それをね、買わなかった。スタッフから反対がありました。はい、次のページに来てください。ええ。このね、2012年。すぐ終わっちゃう、それでも。それでやってないもんだって。そっか、そっか。私ちょっと無理よ。もうちょっと溜まるまでさ。確かにそうだな。うん。うん、ある程度、一回ぐらいしくじったじゃ無理でしょ。なるほどね。うん。何回もしくじってないと。しくじり先生ね。うん。いやいやいや、今後楽しみだね。今後楽しみ。どういう人が出てくるのか。うんうんうん。うん、で俺の夢はやっぱ矢口真理さんと、うん、あの中村くんが共演すること。先生と生徒で。ああ、先生と生徒で、うん、そう、お互い先生じゃなくて。いや、お互い先生じゃなくて。ああ、そう。それ若林さん大変なんない、うん、質問がもう飛び交うぜ多分。今年一の仕事になってくるだろう。ああ、向こう5年1ぐらいになるかもしれないよ。うん、で盛り上がんなかったらテレビウォッチャーたちに俺がめちゃめちゃ叩かれるだろうな、うん、バラエティーと思えない殺伐とした雰囲気。若林の手腕がみたいなさ、なんとも思わねえな。疲れちゃって。いやいや、見たいけどね。その、うん、そのメンバー見たいけどね。結婚の話題とか多いんだけどさ、うん、あのしくじり先生でもさ、うん、ここで結婚しておけばよかったとかさ、あ、この間ナイナイアンサーでさ、うん、あの山里さんと木曜日のパーソナリティの人、うんうん、あ、あのちっちゃいおっさんって言われてる人、ね、失礼だろお前。ネットニュースなるぞお前。まずネットニュースならないし、その若林さんの言い方がまず失礼だからさ、あの木曜のパーソナリティ。そこはね。いや、それだってうかつに言っちゃダメじゃない、うん、いや、別にいいでしょうよ。別にいいでしょ。同じ曲だし、同じさ、俺なり日本だし。サーズデーが言っ、ね、うん、あの、山ちゃんと。ミスターサーズデーね。山ちゃんとミスターサーズデーが。ミスターリトルサーズデーね。うん。リルサーズが。DJ リルサーズが。かっこいいな。確かに DJ もやってるしね。DJ リルサーズがさ。かっこいい。山ちゃんとナイナイアンサーでさ、うんうん、我々は結婚できないんじゃなくて、うん、あえてしないんですっていう企画に出てたのよ。へぇ、そうそう。うんうんうん、でさ、うん、その切り口さ、今までになかったなと思って、して、え、できないんだっていう感じで山ちゃんとかさ。うんうん、したいけどね。リルサーズはやってやってきたわけじゃない。そうだね。そうそう、そういう、そういうイメージよ。うん。で、したらさ、結構濃いこと話してて、うん、山ちゃんがさ、うんうんうん、あえてしない。うん、で、なんでだって話したら、うんうん、今僕、うんうん、お金持ってるってイメージ、うん、多少あるだろうから、うんうん、あの、女の子を僕とご飯食べに行ってくれれば、うん、結構来ますよ、みたいな感じで喋んだよ。うん、へぇ。でさ、うん、あの、でも全員金目当てだと思う、つって山ちゃん言ってて。なるほど。で、じゃあさ、あっちゃんが結婚してる側にいてさ、うん、オリラジ、はいはいはい。でもそのお金目当てだけど、うんうん、その1億円稼ぐ人になると思われてるとしたら、うん、お金ってことよりも、才能が買われてるって考えたらどうですか、みたいな。なるほどね。それは嬉しくなっちゃう、みたいな。山ちゃんもさ、こうバンと、あの、受け身うまく取ってんのよ。うん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 、でさ、うん、お前もたまに言うじゃん、お金目当てだと思うって。うん、やっぱそれはね。それは思う、やっぱり。それはやっぱり、思うよ。思う。やっぱり、その、昔よりも、女性と接する機会が多いからね。うん、それこそさ、うん、その先輩呼ばれてね、うん、飲み会とかに行ってる時なんかもうほんとクソみたいな扱い受けてたからね。受けてたね。
うん、もう会った瞬間にお前って言われるしさ、うんうん、気持ち悪いとかね、うんうんうん、それもう今はないからさ、うんうん、そういうのがで俺もさそれ会、うん、ってさ、うん、って思ったんだけどさ、うん、西勝利くんとさ、うん、前飲んでた時に、うん、西勝利くんがさ、うん、若林さんってさ別になんかその恋愛できないとかさ、うんうん、なんかするしないなんてことよりもさ、うんうんうん、めちゃくちゃ遊べばいいじゃんみたいな、うんうんうん、でさ、うん、お金さ、うん、貯めたらさ、うん、若いやつそのうち結婚するいいんだよいちいちなんか考えなくていいんじゃない、うんうん、もうその風俗も行って、うん、女の子とも遊んでだって独身だよっつって、うんうんうん、何人とも付き合えばいいじゃんっつって、うんうんうん、でいろいろ分かってきたらさ若い子バッと捕まえて結婚しちゃえばいいんだよっつってなんかそれかっこいいなと思ってあまあシンプルだよねシンプルなの、うん、っていう話してたんだけど、うんうん、いや俺それのテレビ見ててさ思ったんだけど、うん結局さ、うん、お金目当てっていう言い方が強いわけであって、うん、ちょっとした気持ちだと思うのよ。うん、うん、まあ、ちょっとした気持ちでもない、まあ、俺らひどい扱い受けたのがあまりにも強いんだろうな、うん、売れてる先輩とコンパ行った経験が、うん。まあまあね、それはあるよね。うん。でさ、うん、今、二十歳の子と結婚したとするじゃん、うん、仮にね、うん。16歳差じゃん。うんでさ、自分が50になった時、うん、相手34じゃん。うん、で、もし、そこそこ美人だったら34で、うん、最高なんか全然あり得るだろ。まあそうだね。で、こっちは50で、うん、もうお前のおでこなんか6本じわぐらいになってる。やめろ、おでこいじるの。倍じゃないか、今の。で、お前が50の時なんて、ほんとレギュラー、ほんとに、うん、ゼロだから。いや、ゼロってことないでしょ。2ぐらいあるでしょ。ないないない。ないないない。2はあるよ。で、俺、うん、多分アダモちゃんみたいな感じになってる、ね。仕事はフットサルみたいな。お前失礼だぞ。家族で後輩芸人呼んで。いや、失礼だぞ、あいつをそんな風に。いやいや、失礼だな、あいつ。大先輩だよ。うん。まあまあ、どうなってるか分からんけどね。うん。うん、50になってね。うん。うんうんうん。でさ、うん、でもさ、うん。4個ぐらい下のやつと結婚したら、うん、32でだとして、ね、相手が、うんうん、50になった時いくつになる？今46ですわな。だ大丈夫な気しない。俺それ考えたんだよ。あああんままあでもそれはそうかもね。それはでもさもう本当に大富豪のジジイの考え方だよね。どういうことどういうこと。たまにやるじゃん外国とかでさ、うん、そう大富豪のさ80ぐらいのじいさんがさ、うんうん、なんか20歳そこそこぐらいのさ、うん、嫁さんをもらうみたいなさ、うんうんうん、ことあるじゃない、うん。そのなんか不安だよね。捨てられてね若い娘がね、うん、その今からね自分じゃなくて若い男のとこ行っちゃうんじゃないかみたいなさ、うん、うんうん、金わしの金目当てなんじゃないのかっていうことでしょ。うん極端に言ったら。そうそうそう。え、違う違う。それもそうなんだけど、うんうんうん、3個ぐらい下の人と結婚。で、俺は、うん、自分が絶対またあのアパートに戻るっていう感覚が抜けないの、うん、やっぱり。あでもそうだろうね。うん。今一番生涯で稼げてると思ってんの。うん、だからその、一生分を、うん、この短い期間で稼いでるだけで、そう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 、トータルで見たら、時間旅行してて、出稼ぎに来てる感じなの。はぁ、あ、SF だね。もう藤子 F 先生ですね。うん。うん。そうそうそう。なるほどね。うん。なら、でもわかるわかる。うん。一気に稼いじゃってるってことでしょ、今ね。そうそうそう。うんうん、絶対あのアパートに戻るようになるんだっていう思ってんの。うんうん、だから、信用ももちろんできないし、うんうんうん、ってことこあんだけど。わかるわかる。向こうが3つぐらいだったら、向こうもババアになるから、うん再婚できない感じに持ち込めばいいんだって思ったんだよ、そのテレビ見てた時に。なるほどね。うん。その選択肢を、少ないくした方がいい、その時に、ね。そうだ、だってお前その嫁が今二十歳のことお前結婚したとする仮に、うん、お前50の時34だよ。うん、で、お前は六本木やんなっつってさ、うん、で、目の横のシワもさ、もうなんか、顔怖えなみたいなじじいにお前もなってて。まあまあ、50はね。そうそうそう。うん、で、もうなんか、ワイドショーさ、うん、なんかうなずきながら、うん、何も喋んないうなずきながら見て気持ち悪い親父だよ正直アーノルド・パーマーのカーディガン着てさ気持ち悪いお前なんか
それもう、そう、本当にそうなりそうだわ。全然否定はできない。アーノルド・パーマーやっぱり着たいもん。やっぱ、おっさんになったら似合うさ。アーノルド・パーマーとマーシングとかさ。で、お前がさ、その、ひもん屋の打ちっぱなしにさ、しょっちゅう行ってさ、かっ、ありそうなりそう。全然ゴルフのスコアも伸びねえ。つまんねえ親父だよ。喋んねえしな、家で。羊羹とかすげえゆっくり食うし。途中まで食ってやめて、ゲームみたいのしてさ。で、また、早く食えや、みたいな。食うね。もぎもぎ食うよ、羊羹。もぎ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 食う。クソじじ、早く食え。別にいいじゃろうが。いや、50ってそんなじじじゃねえよ。わしの食べるスピード別にいいじゃろうが。でも、それで、嫁が、じじいだなぁ、こいつって思ったとするわ。34の時に。まあ、ふと思う、ふとした時に思うだろう。じゃあ、まだお前いるぞ、稼ぎ盛りの男が、同い年ぐらいで。そりゃ そうだ。怖いだろう。怖い。でも、嫁がその時46でなってみ、うん、安心だぞ。そうだね。若い男は、の方が、まんまり見向きもしてない年頃だよね。46。で、それで、うん、それで、うん、それでも嫌だったらしょうがないよ、46のおかみさんが。うん、まあね。でさ、俺山ちゃんが言ってること俺すげえわかるんだけど、うん、中尾明夫妻、しのさん、うんうん、にね、山ちゃんが、いや、しのさんはもう、うん、もう出来すぎた奥さんじゃないですか、みたいな。なあ、もうそうだね。こと言っててさ、あんなにさ、うん、中尾さんのことをこう立ててさ。いや、すごいよ。だって毎日、すごいよな。量、ね、なんか見たい、駆け込みだっけなんだっけな、献立をね、うん、毎日さ、うん、書くんだよね。筆で、書、うん、ね、書で、うん。あんなんできないよ、普通。できないよな、うん、いやー、俺、山ちゃんのこと落としたいっていう、うん、モデルさんとかいたら、うん、俺に相談してきてほしいけどね。俺、山ちゃんの落とし方大体わかるわ。うん、1日2個ずつ、たとえツッコミ良かったの言ってけば山ちゃん落ちる。え、そんな簡単なの？山ちゃんそうだよ。結構何、そんな。金目当てで来てるとか、うん、結構ガード硬そうな感じだ、今の話。で、二つ、毎日オンエアされるの二個ずつ、うん、切れてる、たとえツッコミ拾って、覚えといて、うん、山ちゃん帰宅したら、うん、あれすごく良かったって言ってあげて、うん、アナルに棒突っ込んどいたら山ちゃん落ちる。簡単だね。山ちゃんってそういう仕組みだからね。単純な仕組みなんだね。うん、なんだかんだ言って。そうそう。はあ。で、俺はだからそのテレビ見た時にずっとそれを思ってた、うん。山ちゃん落としたいっていう人もしいたら、うん、相談してきてほしいなって。なるほどね。そのナイナイさん見て難しく考えるなと。そう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 。山ちゃんって難しいなって思わないでって思った。ああ、なるほどね。私なんかは無理かもしれないって思わないでと。思わないでほしい。そんな簡単な。そうそう。もう誰にでもできる簡単なお仕事で。そう。落とせると。そう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 。そう考えると、うん、ナイナイアンサー、うん、今から見たらバカみたいに思えるだろうね、いや、そんな言い方すんな。でも、うん、お前が、うん、もし、うん、若い子と結婚するか、うんうん、同い年ぐらいの結婚するか。で、お前よく言うやな、うん、同い年ぐらいの女の子ってさ、うん、結構おばさんだぜってお前結構言うじゃん。そんな言う？お前しょっちゅう言うよ。私言う？一日に3回ぐらい言うだよ、お前。いやいやいや。一日に3回ぐらい言うのよ、それ。いや、それはもうおかしいでしょ、一日3回って言ったら。朝会って楽屋入ってさ、お前、赤ちゃんさ、ってお前言うじゃん、箸で。俺のこと指さす。箸で刺しながら。お前が弁当食うのがいい、赤ちゃんさ。あれだよな、ちゃん。あれだよなって、なんだよ、って、うん。同い年ぐらいの女の子だ。結構おばさんだぜもんつってお前あっつってめんどくせえスタッフさんみたいなことしないよ。まず大体楽屋で話さないしね我々その箸で呼ぶ以前にさしない、そんな別にさ、ね、うん、言わないですよ。でそれどう思う、うん、お前も怖いだろ、お金目当てでお前に寄ってきてもらって、お前がお金なくなった時に、うん、どっか行かれちゃう。何笑ったんだ今。いや、なんか頭にも80歳のお前と20歳の女の子が浮かんできたからちょっと笑っちゃった。お前なんかおじさんになったら顔めちゃくちゃ怖いからそれでも分からんじゃね、50になんないと。だからお前の顔を白黒で接写したらピューリッツァー賞取れるみたいな、それなんかその掘りの深さっていうか、なんか社会的に、社会的にメッセージを考えさせる写真、顔から発するぐらい。お前の顔はたまにいるだろ、顔怖えっ
っておじいさん。いるいる。おばあさんもいるけど。いるいるいる。お前そういう顔になる。顔の怖いおじいさんだよ、お前。でも、そうなったらでも、思うだろうね。だ毎日が。あと20分喋んなきゃいけない。もう、だいぶ、いつもより。それこそ、それこそ瞬間メタルがビクビクしてるでしょ。オープニングのトークしてる間に竹田リーノが2回トイレ行ってました。ほらもうただでさえ緊張してんだからさ。もうかわいそうよ。今からチームつけ焼き場で、じじいになったら誰が顔が怖くなるランキング一人ずつやろうかと思ったんだけど、ダメかな、よし。結構時間かかるし。一回 CM 行ってから、うん。いやいや、はっきり止めなさいよ。わかりました。じゃあ、今日は、そうだ、スペシャルウィークだ。いや、そうだよ。こんな、顔が怖いとか話してる場合じゃなかった。言いましょう、うん。日レイプレゼンツ。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい。日レイ。愛の大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。オードリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールハガキを募集中。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。ハガキの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで、皆様からの温かいメールをハガキお待ちしております。大地へよ絞れ。さあ、それでは、スペシャルウィークのゲストでございます。リトルトゥースにはですね、瞬間メタルのですね、魅力を、まず、存分に味わっていただこうということで、最初はですね、瞬間メタルにネタをやっていただきたいと思います。それでは、瞬間メタルさん、お願いします。おじゃーい。メタルの男の中の男のショートコント男のククク4の段。はい、クク4の段できるやつおるか。はーい。すげえな。山口、お前できんのか。こんな問題わかんねえバカがいるのか。じゃあ4の段やってくれ。C1 が4、 C2 が8、 C3 などいらぬ。獅子は俺の中にいる。しごきならいくらでも耐えてやる。四六時中仲間の幸せを願ってる。四七二十八。しわしわのばあさんの荷物持つ。しくしくな子供を最強の戦士に育てる。なぜなら俺は男だからな。全然ちゃうやん。そう、男のコント、男のコント。男のクク一の段。はい、一の段分からずいるか。おい、山口、お前さっき全然できんかったけど大丈夫か。こんな問題分かんねえバカがいるのか。じゃあやってくれ。怖えな。1かける1は分からない。ただし男が1対1のタイマン勝負をするというのは素晴らしいということは分かる。1かける2、これは卑怯だ。男が一体、ちょっと間違えた。あ、そーれ。男のコント。男のコント。この拳、この拳を天空に突き上げたんだよ。うわどうもありがとうございました。いや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 、ついに、ついに来ましたね。すいません、お二人。いやいやいや、ありがとうございます。一旦 CM 行きましょう。はい、早いでしょ、CM が。え？オープニング喋りすぎですよ。
キーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。男の前室でやってたの、いろいろ注意事項を言うじゃないですか、うん、あの収録途中でね、うん、トイレに行ってもらったお客さん行ったらね、うん、言ってくださいと、うん、私がね、膀胱を握りつぶしますバカ野郎つって全部そういう前説で全然受けてねえよ。オードリーのオールナイトニッポン。さあ、スペシャルウィークのゲスト、うん、瞬間メタル。おー、ありがとうございます。いやいやいや、ひどいじゃないですか、僕のこと。めちゃくちゃ言ってましたよ。いや、早い、早い。いいのよ。まだもう、言いたって言いたって、ね。ネタの、そのさ、あの、前田の、はい、もう前田って呼ぶんですね。もう、これから。いや、なんかね、この間の整理して、先輩とか後輩とか、あやふやじゃない。でも、多分僕らの方が後輩ですよ。じゃあもう、前田でいい。前田でいいんですよ。それは解明してもらえんの前田に。いやいやいや、そこまで行かないとダメですか。なんで一応、あれはもうこだわりがあるわけですか、前田バッコーは。りというよりも、だから小学生からのあだ名なんですよ。うん、あ、バッコーは。もともと。バッコーが。はい。でも自慢のバッコーですよね。何自慢のバッコー。なんかもう、ご存知わかんねえ。ご存知俺バッコーみたいな感じで来ますから。そうそこよ。ね、そこよ、ねえ。優しいですね、僕のことを。え、男もありがとう。よし、これがね、バッコーっていうのはね、でその、まあ、言うじゃないですか、前のバッコーですって。でね、うちの嫁がね、うん、山形出身なんですけど、うん、バッコーって、山形弁で、うんこって言うらしいんですよ。うん、これが最近分かって、うん、これはどうするっていう。まあ、ところででもしょうがないですよね。いや、前田うんこってことになっちゃう。山形の人はそう思ってる。まあ、そうなんですけど、しょうがなくないですか、もう。今更。いや、まあ、そうだ、まあ、でもほら、そう話したのが、やっぱり竹谷の山口はいいと、男っていうのをやってるからです。はい、で、その、はいはい、前田バッコーって、なんか、ごちゃごちゃするっていう話になったのよ。そうそうそう。だったら、まあ、トレーナーっぽいし、これ、はい、どういうふうにそういえばさ、竹田リーノはさ、ボクシングやってたじゃん。あ、そうですね。で、実際ライセンス持ってんだっけ？あ、持ってないです。え持ってえ、持ってないのライセンス。持ってたんじゃないの？いや、持ってないですよ。持ってないもともと。もともと持ってないですよ。執行したとかじゃなくて。持ってる雰囲気を勝手に出すというね。ちょっと待って。いや、男じゃないでしょ。にじみ出てますか俺は。持って、プロの試合とか出てない。持ってない。高校の時やってたんだっけ？高校と大学です。うん、だ7年間。じゃあ、アマチュアで。アマチュアで。アマチュアで。ヘッドギアつけて。ヘッドギアつけて。ちょっと手軽のグローブで。なんでプロでやんなかったのよ、ボクシング。痛いでしょ。いやもう早いよ男くずずじゃないのそこは。いや男、正直者男これ。いやでもね、一応あれですよ、高校の頃は神奈川県の国体選手ですからね。うわ、ん、すごいじゃん。あ、そうなんだ。はい、それでさあ前田はさ、はい、前田さんちなみにいくつ？42です。あ、結構上だ。だいぶ年だいぶ。でそれ踏まえた上で前田は踏まえた上ですよね。え、ボクシングとかやってない？やってないですね。トレーナーやってたこともない。ないです。習ったこともない。ないない。何やってたんですか高校の時スポーツ。高校の時は、うん、スポーツやってないですね。何部だと。いや、帰宅部です。それでさ、はい、もう、ね、ネタの話なんだけどさ、はい、最初のシャドウしてるの、はい、男って言ってるじゃん。はいはいはい、言ってますね。なんであんなこと言うの？え、男でしょあれ見て、女って言います？いやいや、そういうシャドーボクシング見て男でしょ？前、はい、見た時はなかったから、なくていいものじゃない？いやいやいや、あれが。オタゴーちょっと、どうやって言ってんの？いや、オタゴーオタゴーいらないでしょ。いや、いらないことない。学習院立つやじゃん。本当だよ。いやいや、あれはあっていいんですよ。それ、春日でもなるの？じゃあ、春日がシャドーしたら。いや、それはだから、その、やってみないと分かる。具合でしょうね。だけど、シャドーボクシングはでも実際本当は短縮してますからね、今日あれで。あれ短いの？結構長い。いや、短いでしょ。いや、本当はもうずーっとやりますよ、俺。ダメじゃん、そんなことしたら。ラジオ。いや、ダメとかね、ダメとかね、やりたいからやるんです、それはね。それね。シャドーボクシングやるわけです、ここ。それは何？そのライブ。なんでやんなかったの、今日は。え？本当だから俺はこのね、はい、この空間で、パンチで竜巻を起こすわけですよ。ね、それぐらいのことをして、みんなが吹っ飛ぶぐらいのことをしようと思ったわけですよ。じゃあもうこっちからやめてくれと。うん、そうそういう感じが見えたから。放送にならないと。そう、それが見えた。マイクももうぐっちゃぐちゃになっちゃう。なるからね。で、そもそもね、いや今日男祭りでしょ。男祭り。いや別に男祭りじゃないです。え、ね、いやいや、まずね、俺はね、もう、冷めてるんですよ、これはね。なんで？要はね、教えて。ぬくぬくとやりすぎなんですよ、ここで。
そんなことない。俺はもう外でやるかと思ったんですよ。男祭りだから、放送をね。何言ってんだよ。外、やだよ。この寒い中ですよ。裸一貫で、外で男を見せ合うかと思うわけですよ。あ、そうだな。ぬくぬくとなんかこんなね、密閉した空間で。いや、男ならさ、なんか外出てさ、カツカタとフムとかなんかでやんなさいよ、ほんとに。そこで、やるべきでしょうよ。ああ、間違いない。ね今日ここまで何できたのちなみに。今日でしょ、うん、あのね、うん、今日はね、上空にね、うん、俺を崇拝する、うん、ね、うん、俺を運びたいと、うん、願い出る、うん、大鷲、うん、コンドル、ハヤブサ、いっぱい上空乗れましたよ。それをね、あ、ちょっと今日は違うと。わりわり。うん、違うんだよ。つって、うん、地面を、殴り、マグマを湧き上がらせ、そのマグマの流れに乗ってきたわけですよ。男じゃあさ、はいはい、時間かかったんじゃない？マグマって流れのゆっくりじゃん。まあ、だから結構早い時間が出てますよね、俺はね。そこは調整して。調整してね。なるほど。ないですね。マグマが有楽町の日本放送まで来れるって、うん、もう分かるの？導けるの？マグマ。まあ、その、だからもう、だから流れるままですよね。流れるまま。ままに乗るわけだから、ね。じゃあ直線で家から来たわけじゃないんだ。だそれはもう、いろんな紆余曲折あってですね。ただここではもう11時半に着いてますから。ああ、はいはいはい。えらい早く着いちゃったんですよ。ああ、思ったよりね。ね、マネージャーさんはね、うん、なんか、あの、うちのスタッフが聞いたら、電車で行きますよ、つって。だから、あの、駐車場とかいらないって言ってたけど、間違った情報なんだね、じゃあ。前田さんは何で来たの？僕、電車です。いや、電車で、電車で来る。電車じゃないでしょ、コンドルに。いや、で、まあ、電車には乗ってきましたけど、それは、あの、ドブネズミとか、うん、そういうやつに乗っては来てますね。どういうことなの？邪魔だよ。邪魔だよ。なんだよ、邪魔邪魔。ドブネズミ乗る前のがちょっとあるらしいですよ、だから。どうやって乗ってくんだっけ、ドブネズミ。ドブネズミ乗ってくんですよ、ドブネズミ。やるの？ラジオで。どうやって乗ってくる？うん。いやいや。ドブネズミ。ドブネズミ。ドブネズミ乗るって。ドブネズミ、ば、出てくるでしょ、うん、出てきたら、ポンと、ポンと頭やって、うん、ちょっと、あーってなった時に、うん、いや、別にやらす必要ある今。なんだよ。なんだよってなるわ、来たんだよ。いや、なんで来たんだよって。前田。男しか呼んでないのよ。だけど、あれ、前田のブリッジが良かったね、ネタの。うん。全然違う。あ、ブリッジじゃないの、あの、ツッコミでしょ、ツッコミですよね、最後。ブリッジ。ブリッジは、それ男のコントですから。ほら、ツッコミ最後のね、なんか、おかしなことを言った男がね。ああ、うん、なんて言うんでしょ。全然できてないやん。だから、そんな声、ほら、声高くないじゃん。俺、このくらいじゃん。私が言ったのと同じくらいです、オープニングで。こう、ちょうど同じくらいの、トーンよ。ちょっとね、バックを春日さんに寄せる考えありますよね。声高めにする。寄せにって言っても。高い、ちょっと高い。やっぱね、うちのラジオのリスナーがね、質問が、はいはいはい。たくさん来てる。マジっすか？ありがとうございます。いつも答えます。そうし、あの、ラジオネーム、竹田リーノバカさん。何すか？そいつぶっ殺しましょうか、もう。お互い。なんつったの今。いや、男ってなんすか今。いやいや、あの、その男らしい一言言ったら男っていう。いや、でも聞いてる人なんか、混戦しちゃってんのかなって思うから。いやいや、言いますからね、僕は。で、女っぽいこと言っちゃったら女って言われるの。いや、無視です。何も言わない。男だけです。男だけ反応するのね。ちょっと来てんの。はいはい。国民の三大義務は、勤労納税教育ですが、男の三大義務は何でしょうかっていうのを聞いてる。あー、なるほど。何ですか？はいはいはい。国民の三大義務が勤労、納税、教育。ここは義務じゃないですか。男の三大義務は何でしょうか。で、まず、男の三大義務なんてことがあるのかないのかってことだよね。ああ、ないんじゃない？ないでしょ、別に義務とか。あるでしょうよ。そりゃそうやんな。どういうこと？ないと思ってやってんすよ。そりゃそうやんなってなる。え？食いつきました、こっちに。ダメです。いやいや、男、あるでしょ、当然あるでしょ。あ、あるんですね。三大義務。いや、あるでしょ、そんな。え、ないと思って正解。え？いや、聞いたことはない。いや、聞いたことは、習わなかったし、学校でも。いや、習うもんじゃなくて、勝手にそれはもう、出てくるもんでしょうよ、そんなもん。滲み出るもん。そういうもんだ、当たり前のこと。何ですか、男の三大義務って。いや、喧嘩でしょ、喧嘩。義務なんだ、喧嘩。まず。男はそうやってる。まずは喧嘩でしょ。喧嘩。喧嘩。うん。で、酒飲むでしょ、酒飲む。酒ね。喧嘩酒。酒。うん。で、路地裏で、
寝るでしょ。いや普通酒酔えだけじゃない。喧嘩で負けてるか。酒飲んで喧嘩で負けてる、おじわで倒れてるだけじゃない。そういう原因あるでしょ。さすがに前田の男も出ないですね。ちょっとやっぱ男にしか反応しないじゃないですね。これ無鉄砲の三大義務っていうのもあるわけ。もちろんあるでしょうよ。なあるんですか。聞いたことあるでしょう。なんですか。無鉄砲の三大義務。まず寝ない。まず寝ない。寝ない。食べない。食べない。食べない。服を着ない。無鉄砲。いやちょっと待ってよ。無鉄砲だよ。ガンジーでしょそれ完全に。一応無鉄砲さは出てましたけどね。修行？修行。まあ修行みたいなとこあるよ無鉄砲っていうのは。あじゃあガンジーは無鉄砲だみたいな。無鉄砲だね。手出さないんだだって。確かにね。無鉄砲でしょ。前田は、その無鉄砲にも優しいんだね。いや、無鉄砲だったら、それは無鉄砲って自然に出ますよ、やっぱり。なるほど、なるほど。これやっぱりね、その、男って言った時はね、なんだ、その掛け声だと思ってたけど、無鉄砲って入れてもらうとやっぱ助かるね。助かるんだ。あ、なんかこういうのも来てるわ。調子の派遣女子さんが、武田リーノさんが、今日は有楽町までなんで来たんですか、これマグマに乗ってきたじゃないですか。で、ちなみに、春日さんと前田さんも教えてくださいって来てるの。で、前田さんは、ドブネズミにちょっと乗って、春日さんは何人で来たんですか。私はね、木をね、公園のね、木をね、蹴って、その木からの反動できましたよ。あ、本当ですか。無鉄砲。助かるわ。いや、結構無鉄砲じゃないですか。発言がもう無鉄砲ですから。そうね。あ、そうなの。そりゃそうです。うん、助かる。何のあれも。味方はいっぱいありますから、だから、これは。うん、その行動範囲ね。ああ、いっぱいありますから。今日はそのチョイスでしょ。そのチョイス。そう、今日はね、通じ合うものがあるんだね、二人は。日によって違うからね。なるほどね。で、俺がよく使うのはあれね。軍隊ありね。軍隊ありで来る時もある。10万匹の軍隊ありの上に乗ってくるんです。でもさ、俺多分だけど嘘だよねそれ。なんすか嘘って。え？いや、マグマもそうなんだけど、俺ね、嘘だと思うんだよね。嘘なわけないでしょって言ってんだから。うん、俺がこう言ってんだから。見たんですか？そうやって来てないっていうところ見たんでしょうか？見てないからな。ですよね。見てないからこそなのよ。いや、見てないなら、それは本当かもしれない。うん、ああ、そうかそうか。じゃあ帰り、俺の帰り見ます？帰るとこ見るよ。うん。で、帰りじゃあタクシー呼ばなくていいのね。タクシー。軟弱な、そんなの。呼ばないっしょ、タクシーなんて。いや、まあ、時間。終電ないよ、だって。電車もないし、出しますよ。いや、電車なんか、何それ。がっかりしないよ。冷めるわー。タクシーいい？いや、手段はいっぱいあるんですから。何そんな。帰りはどう？帰りはじゃあどうするんですか？同じマグマだ、じゃあまた。いや、マグマ今日一回来てるから、それマグマも疲れてるからね。で、軍隊あるよ。いや、軍隊あるの、軍隊今、ちょっと用意してないから、あれなんだけども。用意するの？うん。で、俺らの、コンビニで。納豆買いますよ。え？納豆買う。どういうこと？納豆買うでしょうよ。帰りに。帰り納豆買うわけですよ。で、こんね、さあこうぐるぐるかき混ぜますね。かき混ぜると何が出ますか？粘り。ね、粘りでこのかき混ぜで竜巻が起こりますね。このままスーッと飛んでいくんですよ俺はもう。納豆飛び。男。よく聞いてたら、大概竜巻起こす。竜巻はまあ、さはね、アピールしてる。男の記号ですからね、竜巻はね。なんで前田がその男みたいなさ。はいはいはい、なんでしょう。それ邪魔してる？邪魔はしてる。気持ちいいでしょ？でも俺絶対嘘だと思う。なんでですか、だから。こっちのセリフだよ。だから。俺ほんとに、変な設定の売れてない地下アイドルと絡んでるような気分だぞ、今。だからもうそれ。見ればいいでしょ、俺ら帰り品にコンビニで買うから。納豆を。で、結構出待ちいるのよ。ああ、関係ない、そんなの。ついてていい？いいでしょ、そんな。え、ホラーな系がいいですか？え？ホラーな系？何ホラーな系？そういうの。まあ、どう、ホラーな系があっちゃ昔か。今日あれだな。どうしたの？丸まります？丸まる？うん。何が？だ俺が、いや、方法としてはいっぱいあるんですよ。丸まる？だ俺が丸まるわけですよ。え、帰りの話？帰りの話、帰りの話。俺が丸まるわけですよ。全然理解しなかったですね、帰りの話を。
巨大なフンコロガシが来るわけですよ。もうそれはもう、俺ね、嘘だと思うんだよね。そう本当に来るよ。いや、来るでしょうよ。巨大なフンコロガシ。俺が丸まってるんだから。いや、前田さんどう思う？俺は嘘だと思う。フンコロガシ。来ないと思わないか、それは。どう？まあ、ちょっと、見ないと信じられないわ。男が丸まったら何来ます、そこに。男が丸まったら、いや、何も来ない。いや、そこ、フンコロガシが来るでしょうよ、そこには。それはでもさ、もう、うんこってことだよ。男とうんこのことなんだよ。うんこ、まあ、俺はバッコのうんこだから、俺が。いや、うんこって前田も言わなきゃいけないし。だからそれも加味してね、やってるから。前田はだってまず呼んでねえんだよ。呼んでないのに来るっていうのはわけわかんないよね。言うよ、多分入ってきてすぐ前田って名字だけじゃないですか。で多分武田にはセンスカレーだみてえな男がラジオで発言するんじゃねえみたいな。あーそうか。ええやろつって何がええやろ。オードリーのオールナイトニッポン。カズマさんすごいファンなんだよね。ファン。今、どういうことが聞きたいの、うん、一番。一番聞きたいこと、うん、はいはい、まあ、先ほどちょっとね、ジングルであったけど、うんうん、前説がね、うん、すごい好きだった。ほんとやってたじゃん、暴行を。握り潰します。あれめちゃくちゃ面白いんですけどね。めちゃくちゃ面白いんだよ。ね。やっちゃったじゃん、あれ。誰も笑わないんすよ。めちゃくちゃ、ね、注意事項さ、トイレもあった。あと二つぐらいある。ありがとうございます。ね、うん、まずは、だいたい携帯電話。携帯電話、ね、電源を消してください。うん、でそうすると、だから、電源の切り方がわからない人は、うん、言ってもらえれば、うん、携帯をへし折ります。うん、あ、男。いや、男とかじゃないだろう、それ。犯罪だよ、それ。で、こっから続くんです、確かね。うん、もしくは、うん、もしくは、うん、俺にその携帯を出してもらえれば、うん、俺の肛門に突っ込んで、県外にしてあげます。あ、男。いや、男じゃない。そんなことしたらダメじゃん。でも男ですからね。これを言う。これを言う。前田は男ですから。前田はさ、はい、俺がさ、すごい腹立ったのはさ、はい、なんでしょう。突っ込めよ。いやいや、突っ込む言っても男ですからね。男とかじゃねえだろ。変なこと言ってんだぞ、竹田リーノが。そんなことしたらあかんって。そんなこと言うたら、前説もうまくいかないわ、そら、とか。言えよ、それが何か、男とか言ってさ。唯一。いや、俺同じ商売してるから、変な相方がね、はいはい、相方っていうのが、はい。前田が男とかさ、わけわかんないこと言ってるから、うん、赤いジャージがくすんでくんだよ、だんだん。これまた一丁羅なわけですからね、この赤がね。そうですね。このジャージが。二人さ、はい、どっち、はい、ネタ作りどうやってんの、ね、二人で、うん。まあ基本的に俺が言いたいことを、はい、言いたいことを言いたいことを。受けるとかではないです、別に、はい。言いたいことを言う。あ、じゃあさっきの掛け算とかも。はい、かけたら、まあ、一の段間違えてたけど、ネタ。はい。はいはい、はい。いや、もうちょっとなんだお前らみたいに言ってきてよ。普通に反省しないでよ。いや、男はね、ネタ、飛ばしたりしても全然反省しないです。初めのシャドウがうまくさえいけば、何の問題も。間違えちゃったって言ってたよ。そうそう、だって、この下で終わんないから。あ、そうなの、うん、終わらしたくて間違えちゃったんです。いや、それはやめてよ。やってよ。見たいんだからやってよ、最後。俺が言いたいのは前、はいはいはい、竹田リーノがシャドウを頭でした時に、前田が、おーとかとか、そうじゃないだろ。お前何やってんの、お客さんがびっくりしてるでしょ、とかさ。いや、それは邪魔でしょうよ。いや、男の子が邪魔だろ。いや、初期の方は、それやってて、すごい邪魔そうにするんですよ。あと、俺はパンチを打ちたいわけですから。パンチを見てほしいんです、ネタに。なんなら本当客席降りて殴ってもいいと思ってます。いや、ダメだダメだそれぐらいしたいんだけど、我慢してること。それはあかん。そうそうそう。それはあかん。そうそうそう。そういうの、そういうの。そうそう。その我慢してるから、せめて男って言ってくんないと、うん、それは俺のね、抑えたい理由がないわけですよ、そこに。抑えてるから、こっちは。で、いろんなライブ出てどんな感じになってるの、はい、最初の俺、やっぱり最初の男のとこがもう、うん、まあ、正直超好きだったの、今。もう、はい、相当面白いと思ってんだけど、はい、俺そういうのすげえ好きだからさ、どういう反応になってんのライブは。K プロライブなんて一回も呼ばれたことないでしょ、二人。あ、そこは、ほぼないですね。当たり前だよ。
全然ないよね。なんかね、この間も。お願いはしてるんですけどね。お願いしてって知ってるけど、呼ばれないでしょ。呼ばれないです。これ唯一呼ばれたのがあれだ。なんか、男だけが集まる男芸、なんか、客が男のライブっていうのが、そこに呼ばれました、ね。そこはどうだった？そこはそこどうだったの？受けたんじゃない？まあ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 。まあ、そこそこ。男だよ、そこそこって。そこそこ 男だったらなんか。まあまあまあ。笑い声で爆風、はい、それこそ竜巻がとかじゃないの、うんうん、何そこそこって。まあ、そこそこでいいからね、それは。あの、男はね、欲深くないんですよ。そこそこで十分。あ、そうだ。びっくりしちゃうから。で、じゃあ邪魔なんだ、突っ込まれたら。いや、いらないでしょ。あ、そう。で、二人が言いたいこと、ネタ作り言いたいことを言って。そうそう、はい、で、さ、タイタンだからさ。はいはい、爆笑問題さん一緒でしょ、はい。爆笑問題さんにネタのこと言われたことある？何か。いや、だからまあ。まあ、アドバイスとか、ね、ダメ出しとか。まあ、やりたいことは、うんうん、売れてからできるから、うん、今それやるべきかみたいなことは言われたことある。褒められてんじゃん。褒められてんじゃん。竜とか持ってくと、うん、まだそんなことやってんのみたいな。これ、ラジオで言ってたんですよね。ラジオでカーボーイで、お父さんが、あいつら、竜とかやってっからいけねえんだよな。まだやってんのかつって言ってた。やっぱり太田さんも。言ってる。でも、だってあれ、このスタイルで何年今。ガッハ登竜門とかの時。何年前だっけ、ね、いや、もう、初めてね、うん、やってテレビ出してもらったのは、2005年なんですよ。10年前。10年前なんですよ。10年前だったんだ。はい、そうです。でももうじゃ好きなんでしょ、しょうがないでしょ、ちゃんと成立してるのとかよりも、男を見せたいんでしょ。男見せたいですねもうほんと、男しか見せたくないんですよ、俺は。だから拳を突き上げたりするだけでいいんですよ。はい、あ、そう。ねえ、こういう感覚あるの？今ってさ、もうすぐ杉ちゃんとかもさ、ワイルドじゃないっていじられちゃうじゃん。はい、今もうなんか男ぐらいでしょ、男だっつって出てくるの。ああ。そういうのどう思ってんの、はい、まあ男ですからね。もうだからそれでね。当たり前のことだから別に。そうなんです。いや、俺だけなのかな、俺嘘だと思うんだよな。だから嘘じゃないよ。マグマ。なんでそんなこと言うんですか。マグマに乗ってきたっていうの、俺嘘だと思う。嘘なわけないじゃないですか、俺。少し汚れてるでしょ、今。汚れてないです。いや、よく見て、綺麗汚れてるんですよ、これは今、パッパってやったからね。やったから、そういうふうに。でも、昔より、はいはいはい、そのキャラの芸人、少なくなってるじゃん。だからこそっていうのもあるじゃん。はい、でも、はい、何真面目に考えてないの、こういうこと。腹立つなぁ。どういうふうに考えてんだ今のお笑いの現状。で、今なんか変な細かい価値観の差みたいな上手な、ちょっと演劇っぽいさ、はいはいはい、芝居みたいな感じの恋の流行ってるじゃん。はい、そういうのと、あの、なんかこんな鉄の、何この手袋、鉄のトゲがついたので、で、うわーって言って、はい、おーたくでも、楽しそうだな、ライブでの時。これなんですよ、だから本当に。袖で思うだろうな、ぶちかましてやろうかなって。いや、やっぱり、半、8割笑ってないって楽しいんだよね、ライブ出るの。それすごい男は言ってますね、うん、それは。十分わかるよ。十分2割が笑えば。で、それ太田さんのその言葉をさ、はい、どう捉えてるの、うん、これちょっと男が。二人、はい。ね。いやー、うん、まぁ、あ、ちょっとそこはもう、うん、すいませんっていうね。ぶっ飛ばすとかじゃねえのかよ。ぶっ飛ばなんですいませんとか。ぶっ飛ばせないですよ、それは。そこも男なんだ、礼儀正しい。そこ、あのね、あのさっきもね、言ってもツイッターの話してたでしょ、うん、そうだよ、かわいいアイコン。あれ何あれはちょっとない、もっと劇画調のさ、それはね、先だけ男塾みたいなさ、表面だけ見すぎなんですよ。裏テーマがありますから、それは。どういうこと？裏テーマ。どういうこと？表面が可愛いと思いますね。ところがね、あれ、裏側回ってみてくださいよ。うん。血だらけですよ。裏は、どう見たらいい？なんでアイコンの裏側って。血だらけ。裏は、裏側どうやって見ればいいの？まず人間を表面だけで見るなって話なんです、俺はね。で、アイコンなんて裏がないから表面しか見るとこはないじゃん。いや、それはもう奥深く、その立体的に見ないと。立体じゃないじゃない、そのアイコン自体。わかんない、だって裏見えない。それはそういうことなんですから。すごい言われてる、ね。変なこと言うな。いや、変なことはいいでしょ、別に。もう変なこと言いたいんですから、変なこと言いたいの。それは。なんで前田男って。いやいや、変なこと言うなに対しての男。うん、あ、俺そう、あ、なるほど。男らしい。はっきり言ったと。そう。初めて飛んできたから嬉しいね。嬉しい。言われても嬉しいのよ。お前どう思うんだよ。何がよ。春日。あ？お前どう思うんだよ。何よよ。
今のこんだけこういうお笑いのシーンの状況がそうなってる中、うんうんうん、男をやってるってことをどう思ってんだよ、春日は。それ聞きたいですね。私はもう大好きだからさ、うん、男を、うん。なんで受けないのかなっていうのしか思わないよ。お互い、うん、お互いやっぱ、うん、同じだからかな。同じその精神がね。俺は無鉄砲っていうのは本当ここ2週間で初めて聞いたんだけど。それは、無鉄砲それは、表しか見てないんだよ。それはやっぱ同じ。何無鉄砲無鉄砲、裏から春日の裏を回ったら、うん、無鉄砲って書いてありますから。どういうこと？裏が無鉄砲なの？裏表には見せないです。表は何？表はあの、春日。表は春日。裏は無鉄砲。なんだよこれ。男が出ねえじゃねえかよ。いや男だよ、私無鉄砲だもん。あ、そうかそうか。これどうしようもないな、これ。どうしようもないね。お前だよ。おい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 。お前だよ。どうしようもない。やるか、おい。やってやろうじゃねえか。ちょっと今メール読むからやめて。いやいやいや。おとなしく引き下がるんやね。なんかね、うん、はい。こんなん来てんすよ、普通の相談、うん。はい。ラジオネーム、カレーライスの女。うん。男への質問です。はい。会社に嫌いな上司がいます、うん。何を言っても会話が弾みません、うん。この上司とはどんな話をしたら盛り上がりますか？もうそれはもう話しなくてよくて、もうそいつが来たらね、うん、あの、仏像みたいな顔すればいいんですよ、こっちがね。男。いや、盛り上がんないよ。いや、男じゃねえだろ、お前。いや、仏像の前だ、おい。もうこれはもう盛り上がらなくていい。もうそれは諦めていいわけです。別にそれを盛り上げようなんてね、こびる人ないんですよ。うん、うん、男。うん、だあえて向こうが来た時に、はい、これは仏像と歌詞ですよ。男。なんで男なんで仏像だろ。いや、そういうね。仏像だよ。仏像は男か女かって言ったら、うん、男でしょっていう話です。え、そうなの？いや、仏像によるでしょ。どっちにも見えないっていうのもあるじゃん、男に。仏像のもう、仏像ですよ。濁点2個入ってんすよ。うん、これ男でしょ。いや、楽天が入ってる。これは女性の仏像もあるでしょ。そうですよ。楽天が入ってるものとか、ね。そうですよね。季語があるの知ってます？男の季語。何男の季語？だから、男は、要は俳句とかね、はい、あれにある季語があるじゃないですか。男を表す言葉って。そう、男の季語っていうのがあるわけですよ。はいはいはい、それに、今の仏像も入ってますからね。入ってます。男の季語に仏像が入ってますから。それなんか、自転と表すの自転かなんかがあるってこと？男の季語。仏像って季節何？いや、季節はだから、季節じゃないんですよ。男の季語だから。あの、だから男ワードってこと、うん、他は何があるの？じゃあ、季語って言うなよ、じゃあ、うん。前田が言えよ、そうやって。だから、それ一回言ったら、すごい剣幕で怒られたんだよ。一回、なんで突っ込み、なんで、竹谷の突っ込み起こる。じゃあ、前田は、季語ですから。じゃあ、仏像みたいな顔するんだよって言ったら、何やそれって言ってよ。え？いや、こっちだよ、えって。もうその生活慣れてるから、ね、俺も突っ込みは来ないことが全然、はい、俺さたまにさ竹井壮さんに会うとさ、はい、竹田リーノのこと思い出すのよ、はい、なんかこうシャドウとかする感じっていうか、あ、はい、竹井さんは俺に憧れてますからね。マジであの人俺にと2回今まで握手をしたらしいんですよ、うん、要はまあテレビにあの番組に来てて向こうはね、うん、で俺ら前説で、うん、で楽屋挨拶行ったんですよ、うん、で初めましてって言いに行ったら、うん、その時にいや初めましてじゃないんですと、うん、僕実は2回今までお会いして、うん、握手してるんですって、うん、俺に、うん、えいつですかって言ったら1回目は浅草の、うん雷門の付近で、うん、俺が人力車の連中を囲んで、うんうん喋ってるところすぐ休憩時間じゃん。囲んでって言うから、なんか、ね、男のスイッチ入るかと思ったら、喋ってるところ。しかもなんかね、締めてたとかじゃないんだ。喋、ま、ってる、普通に。そこに、竹井さんが来て、うん、握手してくださいって言って握手したらしいんですよ。で、それまあ、俺なんとなくそんな記憶あるなと。あで、それともう一回は、うん、歌舞伎町で俺が歩いてたら、うん、そこで、うん来て、うん、握手してくださいって握手したらしいんですよ、これも記憶にあるんですよ、うん、だ向こう大好き俺のこと憧れてる憧れてるんですよ。できんのじゃあ竹田リーナもなんすか象倒すとかいやできるでしょそんなのやってましたもんね。やっとエア動物退治でしょ、うん、で先ぐらいもしかしていやこれやってましたから昔エア動物退治やってましたから。やってた本当本当にやってたんです。な何の動物倒せるの、うん、まあライオンとかライオンと象と、うんうんあとはだから、うん、あのね、その動物退治以外にも、うん、エアーカツカタン退治とか、えエアーカツカタン退治。カツカタン？うん。ちょ、カツカタン倒すの見して。あ、見せましょうか。ちょっと、はいはい、カツカタンを倒すってどうやるの、はい、だからそれはね、うん、はいはいはい。こう、ありますね。うん、山が。ガツカザン。ガツカザンありますね。こう来てます。ありますね。すげえでけえんだな、竹田さん。来てますね。うん、だからそれを、
抑えんの上から。うん。押し押し。押し押し。ゴー。ね、これ武井さんよりだいぶ短いんだね。踏みつけるだけ。勝川さんはそうだよ。こういうこういうっていう話ですよ。これですこれ。ただ男ですから。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。今あのマネージャーさん来てないんだっていう話をしてたら、うん、来てないんですって、うん、でなんでって聞いたら、うん、一匹狼ですから。一匹狼だからね。焦ったりはしない。全然。来てるんですよ、はいはい。ラジオネームバスケットカウントさんから素朴な疑問ですよ。はい、最近男が買った一番男らしいものは何ですか、はい、ああ、買ったもの、うん、これはね、様々あるでしょう。そらね、男らしいもの、ね。一番男らしいもの。うん、で例えばでも、まあまあ、うん、そういうスイーツみたいなさ、はい、ものとか買わないのかな、やっぱり。ああ、甘いもの。あ、き、いや、だから俺まずね、そういったもの、軟弱なものは食わないわけですよ。はい、だバレンタインデーとかあるでしょ、うん、うん。あんなんチョコレートをもらうより、うん、一切れのたくあんをくださいよ。なんで一切れなんか一切れでいいんですから。はい、なんで一切れでいいんですか、ね、そんなんでいいんですから。じゃあたくあんね、男らしいものを最近買った。いや、もっとありますよ。それは、キムチも買ってますし、うん、あ、キムチも、ね、キムチも買ってますからね。いや、ちょっと漬物好きなだけで。白菜も買ってますからね。別に白菜好きなだけですよ、ね、そういうのもありますから。あ、そうなの、春日さんは何よ、無鉄砲なもの何、最近、うん、春日が買った無鉄砲なもの。無鉄砲なもの、うん、一番。あのね、うん、たわしの、うん、あの、芯の部分だけ。ああ、無鉄砲、うん、いや、違う違う。こう、見せてね。今日、ザッてやって、ポッて。今日生まれたにしてはタイミングいいな。男を言い慣れてるんだ。うん。あ、そうなの、ああ、そうそう。ね、あ、無鉄砲ですね。あ、そうなの、うん。それは結構、二人は結構そういうのも、お互い認め合うんだね。そんなもの無鉄砲じゃないとか、ないんだね。うん、でも、いい感じ、いい発想。いい発想うん。いい発想だね。いい発想ですね。たくあんは分からんかったけど、正直私は男らしいのかどうなのか。え？は分からんかったけど、ね。おい、こらこらこら。どうしたの？いや、たくあんだったらもっとなんかね。何よ。なんかなんだろうな、そう、拳の、うん、なんとかとかさ。うん、その、アルミ。頭皮めくろうか、それと。頭皮めくっちゃダメです。これ、たくあんは、じゃあお前男じゃねえだろ。いや、そんなことすなーって言った。そうね、高い声でね。言わなきゃ、前田は、そうよ。これ聞きたいの、はいはいはい、ラジオネーム酸素エイソ、うん。男あるある、うん、無鉄砲あるある、それぞれ教えてくださいって。あ、う、あ、ん。男あるあるって何の、男のあるあるいっぱいありますよ。どういうのよ。あ、だから、例えば、一応分かりやすいやつで言いますと、あれ、音楽いる？ああ、じゃあお願いします。いきますか、うん、ステラテラって。ステラテラって。男って、ここぞという電話をかけるとき、三島由紀夫のテレカでかけるよね。これですよ。これあるある。ね、ちょっと待って。はい。そのあるあるなんかどうか、まあまああるあるなんだろうけど。あるあるですよ。何前だ。なんか言ってるよね。リズム刻んでますよね、僕。なんつってんの？ステラテラテラって。ね、ステラって何？はい、ステラって何？日本語で。知らないですよ、それ。雰囲気で絶対聞かれるだろう、ネタやった後に。雰囲気なんですよ。いや、無鉄砲あるあるもちょうだいよ。ステラ、ステラ、ステラなの？ステラ、ステラでいきますか、じゃあ。うん、いいですよ。うん。ステラ、ステラ、ステラ。なんで？ステラって。なんだよ、それよ。ステラって。それなんだ、ステラって。ステラそれなんで、やめろ、ステラ。高かったな、今。今日一番出ましたね。一番ハイだったな。上から来ましたね、今マジで。上次どっか行っちゃいましたもんね、声が。飛んでたね。飛んでっちゃったな、今。ちょっともう一個男あるある。ああ、いいですか。ああ、はい、何がいいですかね。ステラテラテラ。男って、クレープのトッピングに、
マグマを入れるようです。マグマか。マグマか。マグマか。お魚もうダメ、マグマ禁止よ。いや、禁止も、季語だから。マグマと竜巻は禁止もうダメよ。なんだよ、ダメとかないよ。ダメよ。活火山もダメ。じゃあ、無鉄砲あるある、ちょっと、応戦して勝ってよ。無鉄砲あるある。ステラテラテラ。ステラテラテラ。ステラテラ。無鉄砲て、アイスコーヒーを頼んだときに、ガムシロップをまず一気飲みするよね。無鉄砲出ましたね、無鉄砲。ねえ、ちょっと前田さん、前田さん、ステラってどういう意味？別に何も意味もないです。何の意味もないです。意味ない。雰囲気でしょ。NHK の雑誌じゃなくて。関係ないですもん。テレビ雑誌じゃなくて。じゃあ、はい。うん。男あるあるって。はい、行きましょうか。ステラテラテラ。ステラテラテラ。ステラテラ。男って、バイクに乗るとき、ヘルメットの代わりに、骸骨を被るよ。男なんだよ、男って。いや、骸骨被りますだって。被んないよ。でしょ男なんですよ。あるあるなのかなあるあるって男は思ってるかな男の中の男、全国の男の中の男はみんな、うん、ああ、なるほど、あるあるある。ってなってますよ、それはもちろん。いや、男じゃないか分かんないだろ、お前らに。いや、僕もう10年ぐらい一緒にいるわけですよ。そうなるとやっぱり分かってくるんですよね。そう。自然にね。じゃあ腕相撲しようか。え？どう？まあ、男。いきなりね話題を変えるというねこの男。いや気持ちがいいですね今の変え方ね。いやだってどっちがどっちが、はい、お互いどう思ってんの？何がよ。腕プシ。いや腕っぷしは強いでしょ。いやそれは男のが強いに決まってるでしょ。うん、女男に。男だよ春日も。いやいやいやそれ無鉄砲でしょ。男女男には負けないよ、無鉄砲。おい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 。へそに指突っ込んで、持ち上げたのか、うん、男男いや、男とかじゃねえだろ。別に男とかじゃねえな。すごい怪力。俺できないと思う。絶対できない。指一本。俺できないと思う。一本でこういこう。できない。できるけどね。できるけどちゃうわ。やめといてね、今日は。うん、ね、明日も仕事あるんだろ。おい、カレーだ男気持ちがいい。おい、ちょっと、本当に見たい。いい？腕相撲。腕相撲やったぞ。ここで。これラスト、ラスト。はいはいはい。じゃあね、ちょっと俺の、こっち側に剣山を用意します。あ、自分側に？じゃあこれを、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 これを置こうよ。剣山置こうよ。置いてもらってる。こっちは武田リーノの手袋。手に穴開いても。おい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 。手に穴開くぞ。おい、ションベンの威力で、額穴開けようか。それ何なの？男じゃねえよ。男何やねんそれって言え。何やねんそれとはならないです。よしよしよし。何やねんそれってなるだろう。ならない。よしよし。前だ。やったろやったろ。やったよし。男じゃないだろ、ションベンで頭に穴開けようか。机ごと、机ごとバーン行きますよ。ねえ。一回まで行かしたのか。よしよしよし。一方、一回までバーン行かしたのか。ションベンで頭に穴開けようか。じゃあステラちょっとレディーステラがあるから、うん、じゃあレディーステラでステラステラちょっとレディーステラテラテラステラテラテラステラテラステラテラもう始めて、いや、いつだよステラガーダよしどっちだ互角だぞ互角互角っすね互角だ互角どっちおいおいおいえ？どっちだ？互角互角。誰だよ来たよ。来いよ来たよ。何で飛び去るの？またか。飛び去るの？またか。いやいやいや。無鉄砲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 。男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 。負けるぞ。負け男が負けるぞ。男が負けるぞ。男。うるせえなバッコ。負け。あ勝つが負ける。あ、持ち返した。大技飛びだ。うわ男が負ける。男が負ける。男が負けるぞ。男が負ける。負けた負けた。カスが勝った。無鉄砲よいしょ、ほら男負けてんじゃん、ねえ。負けたよ。まあ、今日これぐらいの人じゃない。出たクラシックなオチ弁当でありがとうございます。以上です、瞬間メタル。ありがとうございました。もう終わりですか？日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。
プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン男の料理。毎週発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです。和也さん、今日の料理をお願いします。ドツボにはまっちまった男のズタボロネーゼ。ありがとうございます。竹田リーノがね、言ってく、つけてくれた料理名、言い方これで合ってんのかな、ね、言ってもらえばよかったね。今から読みますけど、この料理の内容、読み終わった時に、ちょっと前田が書いちゃったんで、春日さんお願いしますね。何ですか？男のやつ。お願いします。できるかな、ラジオネーム、ニコルソン。ドツボにはまっちまった男のズタボロネーゼ。競馬場やパチンコ店がある近辺に専門店が多い。おっとくん。いや、そんな声高くない。来たろうじゃん、これ。いや、これぐらいだったよ。まあ、ドツボにはまった人がね、競馬場とか。なるほどね。の近くで食べるんでしょ。ラジオネーム、デレク・ジーカー。OJ シンプソンが留置場で食べたことで、この料理が有名になった。おっとくん。OJ シンプソンちょっとドツボにはまってました、一時期ね。まあ、そう話題になってたからね、日本でもね。なんとなく食べてみたい気がしちゃいますけど。ラジオネーム、オーシャン。パスタの茹で時間は、ボクサーが12ラウンド戦い終え、ズタボロになるのと同じ36分。おっとくん。いや、そんな言い方しない。いや、こんなだって。まあ、そうか、ズタボロが36分から来てんのかもしれない、しないですね。結構かかるね、時間が。ぐちょぐちょなんじゃないの ?36 分なんて沸騰させたら。そうだね。伸びちゃって。うん、もうブニブニよ。ラジオネーム、自虐の底。レジで5万円分の外れ馬券を見せると、店員にお会計は結構ですと言われる。あったかぅドツボにはまったら、お会計は免除されるというのはね。優しいですね、そう考えると。うん、これ、来週から前田の声録音したの叩きますから、春日さんのあれですか。そうね、はい、本物をさ、うん。ラジオネーム、セイント。ドツボにはまっちまった男のズタボロネーゼ。大竹しのぶがこれを食わず嫌いで食べた時に一口食べて、あとはずっと水を飲みまくったので、のりさんに、いやだからなんでこの番組出るのと怒られ、連敗記録を更新した。おっとかー！男なのかな、これ。そういうね、うん、なんだろう、ところがあったんですね。うん。以上ですね。どうですか？カズヤさん、この中から一番男らしい料理選んでください。そう、でもちょっとね、あ、じゃあこれにしようかな。はい。パスタの茹で時間は36分。ラジオネームオーシャン。おめでとうございます。この方がですね、ニチレイの冷凍食品詰め合わせセットプレゼントします。今月のプレゼント商品は、本格炒めチャーハン塩、本和風若鶏竜田揚げ、かぼちゃとチーズのグラタン、お弁当にグー衣がサクサク、牛肉コロッケ。この4種類が入ってます。さて来週ですが、先ほど竹田リーノが用意してくれた料理は、ひじきのえじき定食、ホタルイカのやさぐれ、何の感情もない男が、ただ言われるままに無表情で炒めたもやし。もやし炒めじゃねえか、これ。もやし炒めで答え出てるよ。死ぬ間際に、たった一度だけ赤ちゃんの真似をしてしまった男の、ケバブバブバブすごい大喜利力だな、単純に。単純な話だ。大喜利が強い。どれにします？バッコの呼びません。そうね、バッコも出してくれたんですね。バッコ読むわけだよ。うん、じゃあこれにしましょうかね。うん、何の感情もない男がただ言われたままに無表情で炒めたもやし。いやだからもやし炒めということで、その料理になります。どういう料理か書いて送ってきてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送オードリーのオールナイトニッポン、男の料理の係まで。ニチレイの冷凍食品をお送りするので、住所本名年齢お忘れなくお願いします。オードリーのオールナイトニッポン。
ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、ニチレイ。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キアステーションに全国36、な、お送り。なんか先ほど、なんか、竹田リーノが帰っていったんですけど、スタッフが後をつけたら、本当に、納豆かき混ぜて飛んで帰ってた。撮った撮った動画で撮った撮ってない。何やってんだよ。いやー、びっくりだ。こんなことあんだな。絶対嘘だと思ってた。いや、私も内心嘘だと思ったけど。でも多分あんな真顔で石井ちゃんが言ってたからマジだと思う。撮ってないでしょ動画。何撮ってないのよ。見たか。いやーマジだったな。それで大滝さんからねメール来てましてね、ステラはイタリア語で、星っていう。男ってロマンチストですねって。そうでしょ。ステラテラテラって星星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 星素敵な、それでで男ある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 なんかごちゃごちゃしてるな。でもなんか輝なんかはキラキラ輝いてる感じがするか。いやでも腹立つわ前が。ああ男って大変だぞ。商店街ロケとか行ったら唐揚げ食ってわけわかんないこと言うのかけたり、男のね、なんとかの味みたいな味ですねって言ったら、男って横に言ってた。怒られるの。そうだね、ちゃんとそこは言ってあげないとダメだよね。まあでもしょうがないよもう、前田は。一回言ってたね、ステラテラテラったらうるさいなもう。どうでした大ファンの瞬間。いやもう最高でしたね。もう最高のひととき。でどの瞬間が一番楽しかった。俺は春日に腕相撲で負けて、自分の手袋のあの剣山の部分を避けてた時。そう、私もさ全然刺さんねえなと思ってさ、グーってやって奥の方に剣持ってた。鉄のトゲが刺さんない。聞いたらね、腕相撲でね勝った記憶がないんだ。人力車のメンバーの中で一番弱いんだ。一番弱いし、ボクシング部だった時も一回も勝てなかったっす。最後のセリフ聞いた。今日はこんぐらいにしといてやる。クラシック、素敵なクラシック。いいよね。なんかでもあったかい気持ちになったよ最後の最後に。素敵だな。古典古典だな。まあ、で星っていう意味だからなんかロマンチストで、そこもなんかそういった意味があんのかな。だから我々の気づかないところでなんか演出されてるのかもわからんよ、ね、一個一個が。そうか、わからない部分ね。まあまあ深いんでしょう、ずっと10年やってきてるわけですから。男のコント、そうね。でも毒入りますよね頭に。あれはねちょっと新しい、だからいろんな番組であれが見れればいいですよこれからね。男がね、私はね、前説聞けただけでも満足。携帯電話もうやってくんないからね。正直、ケツ10分ぐらいすごい調子良くなってたよね。あのね、やっぱね、手相に指入れて持ち上げてやろうかが、あれは結構潮目のようになったな。あそこだね。また来てもらいましょうよ、ということで、オードリー若林でした。おやすみ。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。のばあさんの荷物。しくしくなく子供を最強の選手に育てる。なぜなら俺は男だからな。めでちゃうやん。もうそいつが来たらね、あの仏像みたいな顔すればいいんですよこっちがね。男山が春日さん、ね、春日さんですね、こう来てます。ありますね。すげーでけんだな来てますね。だからこれを押さえんだ。それからうーん押し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 
表面が可愛いと思いますね。ところがね、あれ裏側回ってみてくださいよ、うん、血だらけですよ。へそに指突っ込んで持ち上げたのか。おい、ションベンの威力で額穴開けようか。ステーラテーラテーステーラテーラテー無鉄砲テアイスコーヒーを頼んだ時にガムシロップをまず一気飲みするよね。無鉄砲ステーラテーラステーラテーラなんだよそれ、それなんだステーラって、ステーラそれなんでやめろ。